皆さんこんばんは。7 days to die 続けていきたいと思います。さて、ですね、トレーダーの居場所的な感じなんですけれども、まあ、前回ね、ここ、物資取りに来てね、で、まあ、トレーダーの場所調べておきます、なんて言ったんですけど、多分ですよ、ちょっとわかんないですけど、はい。ちょっとこのおデブさん倒してね、あの道なりに行って、そうすると焼け焦げたところに出るわけなんですよ。そこのね、多分十字路かなんか曲がるところがあるっぽいので、あれ？あった。全然違う。あった。ちょっと待って、こんな近くにあるじゃないですか。ここもウェイポイントよ。あ、しかもトレーダーマークついてるし、なんと親切な。解決しました。なになになに、ここは、いただいていく。これは、壊れている。ありがたいところ。他は、もう目標達成。町から比較的近くて良かったですね。これなら、自販機、脱獄臭。金持ってきてね。お金持ってきてないよ。ただ、在庫を見せてもらえるか。ハンドガンないの。売ってる！売ってるよ！ AK 売ってる！お金だけはね、4000いくつありますからね。他は発電機バンク。弾、真鍮、スムージー、火薬。ああ、いろいろ売ってますけど、売れるもんが今ないんです。だからこその、お仕事ですよ。隠された補給品もちょっと厳しいね。ゾンビ一層560、360m にしましょうか。ショベル持ってきてないもんね。よし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 。来た来た、こっから俺の時代が始まってくるはず。イベントどっちだ？こっちだね。どうしたの？邪魔をするんじゃねえ。ほい。よし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 。いやー、AK 買えるぞ、これお金貯めれば。まあ人によってはね、縛りプレイをしてらっしゃる方もいるんでしょうが、もう早くちょっと銃持ちたい。怖い。あ、結構大きめのお家ありますね。まあこれで周りの家とかをね、探索もいいですけども、あ、こういうとこにあるんだなーっていうのを把握するのもありかもしれないですね。よし。はい、つがいといて。目的地はどっちでしょう。あれ、もうそろそろなはずだけど。あ、もうちょっと前ですね。結構ここ建物あるね。しばらくイベントやるのいいかもしんないね。燃えてる人いますね。え？なんか変な音したけど大丈夫？ほい。多分あれのことだよね。音鳴ってんの。よし。外した？下手に頭狙うのがいいかな。当たんねえわ、下手にね。頭狙うとね。こんなんで時間を費やしてる暇ないですね。よし、ここだな。もう AK 入んならもうラッパ銃ともうおさらばよ、もう。あ、作業台。壊れてる。あ、ツルハシ初めてゲット。あ、これ、あれだったね。作業台解体する、解体してからクエスト受ければあれだったかな。復活したかな。まあまあ、いただいちゃいましょう。
ツルハシあれば、全然何もいなそう。入り口どこだ？あ、ここからが入り口ということですね。はい。上にいる。嘘でしょ。はい。もうガンガン、もう、AK のために。もうね、時間かけてる余裕ないですからね。サクサクと。サクサクと見て回っていきたいところ。ゴミ箱意外とね、ロックピックあったりしますからね。絶対いるだろ、お前。いないわけがないよね。ら、あ、いて！ちょっと待って！どこだ？おぉ、走ってきちゃダメ！いてて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 。危ねえ。油断しちゃいけないね。何？どっから来た？ここに角待ちしてたか。まあ、焼け焦げちゃったんでしょうね。はい、くれと。いや、今日はもうね、お、チャーシーゲットしちゃったけど。あれ、自転車、あれ、自転車作れるんじゃないか説が。どっかいんな。どこだ？さらに上があんね。これはどこだ？あれ？こっちか。ほい。流し台。ベーコンエッグ。よしよしよし。ナイトスタンド。あー、これ持ってる。で、ファンシーなトイレ。いや、なんかウイスキーみたいなの手に入ったけど、今。ここちょっと分かりづらいですね、建物的に。何、こっちか？はい。おお、入ってる。あります。おいた。びっくりさせないでくれ。そうね、ほら。ほら。しゃあ。弾薬の小山。ナックルラップ買いたい。あ、上ですね。はい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 。いるだろ、どっかに。よし。とりあえず回収できるもん回収していきましょう。で、こっち行って。え、どっちだ？ここ？あ、怖っ。で、ここ？ほい。ほい。はい、ゴール、たどり着く。おお！危ねえな。びっくりさせやがって。よし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 。これさ、お店に並んでるってことはさ、そろそろさ、出てもいいんじゃないですか？あ、すげえ。これもさ、来た方がいいんじゃね？え、ちょっと待って、俺今何やった？足音聞こえて怖いんだよ。よし。コンボは解体して、弓も解体して、弾薬売れるからね。とりあえずこんなもんか。で、スクラップベルト。こちらですね。改造パーツを。これか。ね、ちょっとこれ解体しとこうか。あと、いらないもんある？とりあえず良さそう。あ、これも解体しちゃえ。で、これも抜いて、完了します。これ売れるからね。めっちゃ声すんだけど大丈夫か。で、これを改造して、
ことこれつけます。完了します。で、アイテム整理します。で、飲み物ちょっと飲んどこうか。飲み物ビールしかないよ。え、本当に？そんなわけないでしょ。ご飯も食べちゃってね。はいはい、飲んで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 。で、解体しればいいでしょ。こんなもんじゃないですか？クエストもうクリアしましたもんね。で、あとおさらばするだけですね。はーい。あ、いって！嘘、なんでそこ？うわ、しかも捻挫だ。なーに、そこ乗れると思ったじゃん、ライトのところ。一番捻挫って厄介ですよね。治んない。骨折なら添え木すればすぐ治るんですけどね。これはもう素直に戻った方がいいかな。ああ、張ってるのがいたわけですね。ほら。で、多分年代ほら、走るとさ、10分って同じになっちゃうんですよね。建物探索するときに、ちょっと、この10分は、どうにかしたいとこですけども。お膝の調子も悪いみたいだしね。荷物もいっぱいだからな。戻るしかないね。こういう時にね、乗り物あると便利だなと思うんですけどね。せっかくだから車解体していっちゃうか。どうせ同じような部品しか手に入んないと思うけど、ちょっと怖いな。こういうのだけ当たっていこうか。とりあえずクエスト受けまくって、いち早く武器ですね、銃器。欲しいとこですね。で、おそらく自転車のシャーシが手に入ったから、あ、でもどっちにしろ作業台ないと作れないんだっけ。自転車ってどうだったっけ。自転車入ってないわ。自転車でしょ。あ、作業台なくても作れそうですね。シャーシ手に入って、ハンドルバー、なんか作れるんじゃなかったっけ、確か。で、機械部品あるでしょ？これ作れるんじゃないの？場合によっては一旦戻るのもありかもしれないですね。トレーダーハウスの距離ってでも、意外とほら、走ればすぐな距離ですから、そこまで深刻じゃないかな。あ、でも自転車作りたいけど、そうね、夜あたり移動しようかな。トレーダーハウス付近に、チェスト作って、必要な道具だけ持って走るか。夜。各町ごとに作っちゃった方がいいかな、そういうの。まあ、とりあえず、まずいらないものを売る感じと、トレッドハウスの前にチェストを作っておきましょうか。木製ブロック置いてね。どこまでの範囲だったら置ける？わかりやすいようにまんま置いていきましょう。よし。はい、はい。こんな感じに。しといて、鍵付きチェストを、まあ、二つほどクラフトし、こんな感じに置いて、で、売らないものね。これも売らないでしょう。レコグって何でしょうね。こういう系も売らないし、シャーシなんて売らないし、とりあえず、で、オイルも、売らないね。これ、使うか分かんないし、レコグってなんだろうね、これ。遠距離ダメージが上がる。まあ、取っといた方がいいか。とりあえず、こんなもんかな。ロボット砲台のパーツなんかもあった方がいいんじゃない？
革とかね。材料は重要じゃね、ザクとテープも。こんなもんじゃないかな。で、救急包帯なんか30回復してくれる。取っちゃおうか。はい、これでじわりじわりと回復してくれるはずですから。あとは、あ、この中は？あ、セメントミキサーが使えるみたいですね。いまいちまだ使い方分かってないんですけれどね。やってきたよ。 I knew you had it in you. We've got the best prices in the wasteland. バイプ爆弾をもらおう。よし、これで売ります、売ります、スクラップポリマー売ります。パイプ爆弾、うん、売るのもったいないね。これ売っちゃいます。よし、でお金いくつになった？927。おじいさんの蜜蜂酒じゃないんだよね。あれなかったっけ？ AK 欲しいな。いまいちピンとくるもんがないですね。ただロックピックとかも売ってるとありがたいですよね。売ってないね。とりあえず目標は、Thank you so much. Thank you so much. もう一個ぐらいクエスト受けてもよろしいですか？これね、ゾンビ一掃565。I would kiss you, but you know, apocalypse hygiene and all. よし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 。で、一応脱獄臭の方を買っておきます。で、下痢した時用に、ちょっと空き巣の巣を買っとこうか。よし。いや、夜になる前に急がないとですね。で、パイプ爆弾しまうでしょ？これもしまうでしょ？これ売ってなかったな。売らなかったな。ツルハシも今いいでしょう。なんかすげえ近くで足をつんだけど大丈夫か？気のせいか。500いくつでどっちだ？うわ、向こう。向こうか。これ閉めといた方がいいね。急ぎましょう。できればこれで、クエスト完了させて、22時までに、拠点に一旦借りたいっていうところですよね。目標としては。そうすれば、夜の間にちょっと建築の方を、まあ、建築するっつったってね、木材とか全然今ないわけなんで、できるわけではないんですけれども、まあ、ちょっと建物の形をね、作ったりするのはいいんじゃないかな、というところでね。これもやっとくか。ほい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 。オッケー。経験値稼ぎながらね、やっていきたいところですよね。おい、生きてるね。ほい、ほい、意外と耐久力ある。よしよしよし。さあ、で夜の間に建築をちょろっと進めつつ、作業台ももうそろそろ、あ、そうだ、釘抜きハンマーがないと作れないんですよ。そこだけですね。あとは。足りない材料としては。にしてもなんか足やられてんな。ほら、膝もさ、あと3分必要よ。建設作業員。ちょっと待って。急いで走ってくるんじゃないよ。この野郎。危ねえ。恐ろしいね。作業員。
で、ところどころでこう、キー取ってきながらね。よし。ところどころでキー取ってきながら、はい。移動して、はい。膝のね、治療を完治させつつ、やっていくわけですよ。いやーでもね、ほんとデバフ痛いですね。どっかいるな。どこだ?やべえ、どこにいるかわかんない。いた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 。まあ、構ってる暇ないんで行きますね。これ、ツルハシあればね。どっか、ツルハシセットしとこうかな。しまっちゃったわ。あ、これね。この切り株。蜂蜜が取れるかもしれない。まだ右下、あれですね。木だけですね。ほら、蜂蜜取れた。わかってるね。よし。倒しといて。あれ、追っかけてくんな。逃げよう。あと1分43。まあ、探索中にはここら辺は、足の調子は良くなるでしょう。膝か。よしよし。そんな大きくないですね。まあ、大きくないって言っても油断するとやられるからね。ほんと何があるかわからない。ほら、結構数周りにいるしね。よし。大丈夫か。あそこにいるだけだね。さーて。上級者は二度探索するんでしょうけれども、特に本があるところとかね。まあ、自分はまだまだ初心者ですので。お!びっくりさせないでくれ、撃っちゃうとこだったよ。よーし。入り口はまずどこから、どこにあるかですね。どうせ左、角待ちしてんでしょ?いるでしょ。はい、堂々と出てきたところはよし。潔よし。ほんとさ、端っこに配置されてっからね。いない?いいね。飯、腹めっちゃ減ってる。はい、シャム缶食べて。で、いないか。ここからだな。角待ち?はい。はい。はい、終わった。解体しとこう。冷蔵庫。もうお湯飲んじゃおうね。なんか歩いてる音聞こえんな。大丈夫かな?いるね、どっかに。お金ゲット。ゴミ箱調べて。壁金庫かちょっとここはいいかな。いるんだよな。どっか叩いてんだよな。どこだ?帰ろう。どっかにいるな。いる?いたわ。うら!オッケー。帰るぞ。ほら、秒数がよーく見えるようになりましたね。走ると、伸びる。歩くと、下がると。まあ、でも多少無理してでも走っちゃった方がいいかな。で、スタミナ切れれば、当然歩く時間が長くなりますし、その間に回復すると。あ、なんか向こうにもありますね。19時か。そろそろやっぱクエスト終わった後街に一旦戻るのがベストかもしれないですね。本来はもっと早く戻りたかったとこですけどね。
まあ、しょうがないね。想定していた以上の高さから落ちてしまったというところでね。もういっそのこともっと高いところから落ちて骨折した方が早いんじゃないかっていうぐらいなんじゃないでしょうかね。ダメージを負いますけど。それほどこの、なんでしょう、実況中のこの10分というのはね、非常に、まあ走っちゃうと10分以上になっちゃうわけですけども、致命的ですよね。まあだからここら辺は編集が上手い方なんかは、はい、トレーダーつきましたなんて感じでね、やってらっしゃるんでしょうけど、私にはそのような技術がないですし、まあ特に、のんびりやってるような感じですのでね、なんか、有名実況者のさんたちはもう、あれで生活してらっしゃる方々ですからね、こう、趣味のレベルっていうね、私の場合は、これ食べて大丈夫かな？このブルーベリーパイ。おー、食べちゃおう。一瞬なんかカビの生えちゃってるのかななんて思ったんですけどね、そんなわけなかったですね。荷物大してさ、ほら、持ってないのにさ、やっぱさ、この足の骨折が響いて、走る速度が遅くなってますね。逆に、もうこの骨折治るまでは、拠点にいた方がいいのかもしれないですね。で、治ったら一気に走っていっちゃった方が、むしろ、いい説がある。ただ、ゲーム時間の3分が、骨折のこの3分が上のあの時間の何秒かですよね。何秒であの時計が動いてるかですよね。で、距離的に考えると、まあまあそこまで遠い距離ではない。で、場合によっては上の懲戒部隊も倒しに行くのもあり。いや、危ねえな、軍隊は。かといって夜をここで過ごしたいかと言われると、正直ね、閉まっちゃうっていうか追い出されちゃいますんでね。だ無理してでも街の方帰って、作業できる状態にしといた方が、やっぱいいんじゃないかな。ということで一旦これでクエスト完了して、お金どうだろうね。なんか売れるもん、売って、あの AK 変えるとありがたいんですけどもね。どうでしょうかね。トレーダーさん、AK を私に。So, you are quite the daring adventurer. Good job. ヘルメットアーマーライ。お、これ弾でしょ。弾、9ミリの弾。あ、もう一個もらえるんですか。おー、これでしょうかな。特別な仕事。取引ルート解放。We're always looking for some adventurous souls. Have a look. Well, check back soon. Maybe we'll have something. 特別な仕事がやっぱあるっぽいですね。3600になってるけど。で、これは、ちょっと待ってね。これはこうするでしょ。で、在庫見せてもらえるかい。AK を買います。来ましたね。木材なんかもうこれも買っちゃった方が早い説？もう包帯も買っちゃうよね。食料もあるなら買いたいとこだけど。ダクトテープか。今んとこいらない。連鉄買いたいね。こんだけあれば。あと、釘抜きナイフがあれば、ほんと、非常にありがたい感じになりそうですね。あ、7.6 ミリの弾。これ買っちゃう ?1760。買えねえわ。高えわ、弾。弾はちょっと高いなぁ。で、これで、私からも売らせていただきますよ。いらないもんをね。もうないわ。いらないもん。売るもありませんでした。Thanks for letting me take care of you. And tell your friends. おぉ、やっと来ましたよ。AK ね。やっと銃の時代に私も入ることができました。お金はいただいてよろしいですか？
はい。ということでね、とりあえず今回はここまでにしたいと思います。次回までにですね、まあこの骨折治って、町の方に戻ってですね、まあ夜の間ちょろっとこう作業をして、で、そっから、朝あたりからですかね、始めていけたらなと思います。なんかね、ゾンビの足を包んだよな、大丈夫かな。ちょ、閉めてなかったかもしんない。閉じまりしなかったかも。叩いてる音する。あ、ちょっと試し打ちします？せっかくなんで。どっかでゾンビが叩いてるっぽいんで。おー、待ちなよ。試し打ちをちょっとさせてもらいますよ。開いた。おー、ワンパンよ。これですよ、今。ヘッドショットワンパン。これなら次回の、フェラルホードもなんとか、弾集めてね。まあ、自転車作って、こっちの方の素材回収ね。ここら辺に弾とか置いてきてるんで、持って帰ってくるのもありかもしれない。で、とりあえず持って帰るもんは、そうね。連鉄持って帰りたいでしょ？シャーシ持って帰らないと話にならないでしょ？つらしも一個くらい持って帰りてえな。今、ここにいらないもん置いてっちゃうかも。これは、弓の時代はもう私の中で終わったから。こんな感じでしょうかね。まだちょっと若干重いですね。もう紙一旦いいかな。よし。これで帰る準備ができましたんでね。はい。ということで、また次回ですね。自転車が出来上がってたら、そうですね。自転車を作っておけたらなと思います。それでは、また次回、お楽しみに。さよなら。